どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別強編成の紹介ということで、呂布を使って組める強い編成というのをいくつか紹介していきたいと思います。で、三国志を扱う作品の中ではですね、呂布というのは最高の武を持つ武将として扱われることが多いですよね。ただこの三国志新選においてはですね、武力という観点だけ見るとですね、全武将の中で最高ですし、あと火力というのも非常に高いんですけども、その尖った性能ゆえですね、使いやすい武将という位置づけにはなってないということなんですよね。これは呂布の人生をですね、紐解いていくとですね、非常に再現度の高いようなですね、武将の仕様ということになってると思うんですよね。この辺はさすがだなと思うんですけども、その呂布というのを使った編成、どのようなものがあるのかというのをですね、今から紹介していきたいわけなんですけども、その呂布を使った編成を知るにあたってですね、どのような武将なのかっていうスペックの方をですね、おさらいしておきたいと思います。で、兵士適性に関しては騎兵と弓が S ということになってますが、で、あと槍が A、盾が B ということで、そこそこの兵士適性ということですね。で、コストは7ということで最高コストで、軍有武将ということになっております。で、属性の方はですね、先ほどお伝えした通りですね、武力に関しては全武将の中で最も高い、初期値が100で伸びもめちゃめちゃ高いということになってます。これは圧倒的な高さということになってます。で、速度も結構高くて、で、統率も高いということでですね、平均ダメージにも強くは出れるんですけども、知力がちょっと圧倒的に低いということでですね、軽力ダメージに弱いという弱点があるという武将になっております。次、固有戦法を見ていきましょう。天下無双というアクティブ戦法で発動確率が 35% とやや低めということになってます。ただ準備ターンはないので、運が良ければ連発できるということになってますね。敵軍単体と一騎打ちを発生させる。一騎打ちは双方が交互に通常攻撃を3回行う。行動順は自身が先となる。一騎打ちの間、双方は封印及び強行の影響を受けず、範囲攻撃と突撃戦法を発動できる。自身が主将の場合、一騎打ち後に非平均ダメージを 7% 減らす、2ターン持続するという内容になってますね。なんで呂布が固有戦法を放つとですね、相手の武将の中から1人を選んでですね、通常攻撃を3回打ちを一騎打ちを発生させるということなんですね。で、この一騎打ちの間っていうのはアクティブ戦法は打てなくなってしまいます。アクティブ戦法っていうのは通常攻撃を発動する前にですね、抽選が行われるということなんですけども、一騎打ち中はですね、発動しないということになってますので、呂布にアクティブ戦法を覚えさせるというのはですね、ちょっと向いてないということになりますよね。で、こちらが一方的に攻撃するわけではなくて、相手も攻撃してくるっていうことになってますから、火ダメっていうのは結構かさむ武将ということになってしまうんですよね。ただ通常攻撃でのダメージがですね、非常に少ない知力が高いような武将に一騎打ちを挑んだ時っていうのはですね、一方的にダメージを与えるという展開もあるということでですね、この固有戦法を発動するっていうですね、抽選を当ててですね、で、さらにどの武将を狙うかっていう抽選も当ててっていうことがですね、ガチッとハマった時はですね、本当に強い武将ということになっております。そしたらこの天下無双を有する呂布がですね、どのような編成に組み込まれているのかというのを今から紹介していきたいと思います。まず一つ目の編成が魔装級と呼ばれる編成みたいですね。万能型の弓兵、コストが16とやや低めのコストということになってます。で、巨勇に操戦尺戦と飛行聖書で、呂布に反撃戦法を2つ覚えさせます。で、東伯にですね、金帆軍と武宝陣という編成になってますね。で、呂布の通常攻撃っていうのがですね、一騎打ちによってかなり打たれるんですけども、突撃戦法はあえて覚えさせてないという形になってますね。ただこの固有戦法っていうのは相手にも通常攻撃を打たせますので、その通常攻撃打たれた時のカウンターとして反撃戦法を持たせるという考え方ですね。で、金帆軍っていうのは通常攻撃を打った時にですね、効果が発動するということになってますので、呂布の通常攻撃の多さっていうのとシナジーは高いということになってます。で、飛行聖書に関してもですね、火力に応じて回復してくれるっていうことになってますので、呂布の火力の高さっていうのと合ってるっていうことですよね。ただちょっと継承戦法が高級ですよね。操戦尺戦と飛行聖書を使うということでですね、組みやすさは B という風にさせていただきました。で、部隊強度に関しても B ティア程度ということらしいので、めちゃめちゃ強いというわけではなさそうなんですけども、ただこの3人の武将がしっかり凸が進んでて、他の武将の凸があんまり進んでないよみたいな方はですね、組む価値は十分にあるんじゃないかなと思いますね。
巨勇という武将はですね、通常攻撃をたくさん打てる機会がないとですね、輝かないということになってますので、使える武将っていうのがですね、限られてくるんですよね。ただその中に呂布はいて、呂布っていうのはですね、しっかりと巨勇の固有戦法をサポートできるという側面もありますので、なかなか面白い編成になってると思います。次は温光球ですね。こちらに関しても呂布と巨勇がセットになっております。で、もう一人の武将っていうのはサジであったりだとか SP 主春でも OK ということになってるみたいですね。で、こちらの編成に関しても武法陣の編成でですね、呂布が当然メインアタッカーということになるわけなんですけども、先ほどのようにですね、反撃戦法がたくさん積まれてるわけではなくてですね、中遊亀裂という戦法と、あと即上切りが積まれてるということですね。で、中遊亀裂っていうのはですね、自身に離反を付与したりだとかっていうことでですね、回復の側面もあるということになってますので、呂布が一騎打ちを発動して、で、相手と殴り合ってる時の呂布の兵損っていうのをですね、かなり回復してくれるっていうことで、呂布との相性は非常に高い戦法ということみたいですね。で、即上切りのようなですね、突撃戦法も一緒に覚えさせることによってですね、通常攻撃を打った後、まあ、長戦で当たればですね、かなり火力が出せるようになりますよというのがですね、こちらの呂布の使い方ということですね。で、金パン号を使ってるのは同じということになってるわけなんですけども、で、飛行聖書もいるということでですね、割と継承戦法は高級になるかなと思うんですけども、創生作戦を使わずに異謀必死でいくっていうことだったらですね、そこそこ共存性も高くなるんじゃないかということでですね、組み合わせの方は A ということにさせていただきました。で、舞台強度という観点から見てもですね、先ほどの魔装級よりはですね、結構強いみたいですね。 A- ということにさせていただいてるんですけども、まあ、A が並ぶという編成はですね、非常に貴重ということになると思いますので、こちらの編成も使う価値は十分にあるんじゃないかと思います。次は呂布三世ですね。この編成は呂布を使う編成の中では最も有名な編成になってると思います。で、一番有名なのは呂布を主将として閣下と光月へを副将にするパターンだと思うんですけども、閣下のところを花公園に変えたりだとか大使寺に変えたりだとかっていうパターンも存在するということですね。本当に幅は広いんですけども、今回は呂布閣下集大のバージョンを紹介させていただけたらと思います。僕自身はですね、この組み合わせの呂布三世が一番鬱陶しいかなと思ってますね。理由といたしましては、冒頭で呂布っていうのは一騎打ちを行うので兵損が出るということをお伝えしたんですけども、周体がですね、そのダメージの一部を分担してくれるので呂布のダメージっていうのがかなり軽減されるということなんですね。で、周体の固有戦法によってですね、呂布の火力っていうのも上がって、で、閣下の固有戦法もですね、呂布に対して耐久力アップを付与するということになってますので、呂布のダメージが少なく、で、さらにですね、その少ないダメージを周体が一部分担してくれるということでですね、呂布が伸び伸びと頑張れる環境になるということなんですね。ということでですね、この編成を落とそうと思ったら一回周体を落とした後に呂布を落とすみたいな形になると思いますんで、まあ大体 3,4 ターンはかかるんじゃないかというところなんですけども、その間に呂布がこういう戦法をバンバン打つみたいなことになるとですね、結構こちらの編成が強かったり槍だったりしてもですね、抜かれてしまうということで、めんどくさい編成だと思いますね。で、舞台強度 C と先ほど言ったのと相反してですね、かなり低めの評価にさせていただいてるんですけども、これは僕は参考にしてるテンプレ表での評価が低いというだけで、僕はもっと高いと思ってますね。まあ理由といたしましては、やっぱり投降兵が現状日本では少ないというところがありますよね。ただ中国ではですね、やっぱり投降兵の評価っていうのが非常に高くて、で、この呂布三世っていうのは投降兵に弱いということになってるので、こういった評価の低さにつながってるんじゃないかなと思うんですけども、あとまあその騎兵陣なんかと合わせた編成もですね、苦手っていうことになってますので、割と苦手な部隊は多いと思います。ただそれらをクリアしたらですね、結構火力も出るし強いと思いますので、C っていうことはないんじゃないかなと思うんですけどもね、 A- ぐらいはありそうな気はするんですけども、ただ組みやすさっていうのは圧倒的に組みやすいということになってますので、機会があればぜひ使ってみていただけたらと思います。次は川柳呂布ですね。こちら川柳陣を使って呂布を活躍させようという編成になってるんですけども、なんと宗純を首相にするというパターンなんですね。で、テンプレ表に宗純を使った編成ってこれしか載ってないです。で、宗純に敵口と川柳陣で、宗純というのはですね、こういう戦法が小表記なので、他に継承戦法で小表記を覚えさせる時よりもですね、その内容っていうのは良くなってるというところがあります。で、大使時に憲法破砕と亡霊式もしくは即上切りということでですね、呂布だけではなくて大使時にも頑張ってもらおうということですね。なんで川柳陣を使うっていうことなんですね。副将の火力が上がりますんで、
で、一応首相はですね、首相バフっていうのがないような武将が望ましいということになってますので、宗純のような武将に白羽の矢が立ってるんだと思いますね。で、呂布に関しては一騎当選と寄進定位ということでですね、こちらの編成のネックといたしましては呂布の固有戦法の発動確率を上げられないっていうところがありますよね。基本的にはですね、呂布は三星人で使うみたいな形でですね、発動確率を上げないとちょっときついっていう側面があるんですよね。あと音高級で使われていた中遊儀列なんかもですね、アクティブ戦法の発動率を上げてくれるっていうことになってたんですよ。なんですけども、この川柳人の編成の場合はですね、その発動確率を上げる手段っていうのがないということになってますので、呂布がさらにピーキーになるということで、壺にはまらなければ何にもできないみたいなことになる可能性はあるんですよね。ただその分太子寺もアタッカーの一人ということになってますので、太子寺の継承戦法がしっかり発動できたらですね、火を吹くということにはなると思います。なんでこちらの編成もですね、 C- 言うほど弱くはないんじゃないかなと思ってますけども、まあちょっと使ってみないとわからないっていうところはありますよね。これらの武将が突つ進んでる方はですね、試してみてもいいと思います。最後は天下騎馬ですね。こちらは曹操首相として花公園と呂布を副将の編成ということになってます。なんで勢力一致は行われないということになるんですけども、その上三星人とか川柳人は使わないということでですね、かなり特殊な形になりますよね。それでもなお強いということみたいなので、まあよほど火力が出るんだろうなっていうところですよね。で、曹操に小兵器と敵基地で、花公園に雷血戦と憲法破砕で、呂布にですね、百鬼公園もしくは即上切りと亡霊式という形になってますね。で、花公園っていうのは知力があまり高くないので憲法破砕と合わない感じはするんですけども、この使い方だとですね、花公園の憲法破砕は発動してくれたらいいと、ダメージには期待してないという流れになりそうですね。憲法破砕によってですね、相手の耐久戦法っていうのを解除した上で呂布に火力を叩き出してもらおうというのがコンセプトの編成ということになってそうです。こちらの編成に関してもですね、評価っていうのはそこまで高くないような感じなんですけども、結構戦場とかで見かけますし、活躍してるんでね、そこまで弱い編成とは思わないかなっていうところはあります。ただ曹操に勧誘とかがないとですね、どうしても封印に弱いということになってしまうと思いますので、この点は注意する必要があるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。呂布を使って強い編成というのをいくつか紹介させていただいたんですけど、数がそんなにないですよね。この辺でもですね、使いにくさっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、大体三国志のゲームをするにあたってですね、何も知らない時に呂布なんかがガチャで当たったら大喜びするのが普通だと思うんですけども、この三国志新戦においてはですね、特にシーズン1なんかだと呂布っていうのは使いにくくてですね、引いても倉庫版みたいなことがあったかなと思うんですよね。ただご覧になっていただいた通りにですね、火力が非常に出せる武将ということになりますので、壺にはまれば強いんですよね。なんでこの呂布がですね、うまく突進んでる方っていうのはですね、呂布を使った編成一つぐらい組んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。共存性は高いような編成も多いですので、まだまだ戦場で見かける武将ということになっております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。